ノートに書かれた図を見る SCP-1219-JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1219-JP は自立系小型オブジェクト収容セルに収容します。天井の一角に監視カメラを設置し、常に1名の職員が監視します。異常が発生した場合は速やかにエージェント数名とレベル3以上の職員を向かわせてください。室内は最低限必要な家具の配置をします。SCP-1219-JP は数ヶ月に一度新しい本やノートを希望することがあるため、その都度レベル3以上の職員の許可を得て、検閲が済んだ本やその他物品を支給してください。説明 SCP-1219-JP は熊のぬいぐるみの姿をしています。SCP-1219-JP の最大の特徴は自立し動くこと、そして触れた玩具を任意で動くように変化させたり、それらの無効化ができることです。SCP-1219-JP は岡山県岡山市、区の民家で発見されました。区の、小学校で蔓延していた、動くぬいぐるみ、の噂が財団職員の耳に入り、その後の調査によって女子児童が所持していた SCP-1219-JP が発見されました。発見後、SCP-1219-JP の関係者には記憶処理を施したため、噂は沈静化しています。また後のインタビューで判明した SCP-1219-JP の存在を認知していると思われる人物については今現在調査中であり、発見し次第記憶処理を施します。SCP-1219-JP はインタビューでの発言から、製造からおよそ16年経過しているにもかかわらず体毛を模倣した毛皮にはほとんど汚れや傷がなく、完全な状態を保っています。しかし目に使用されているパーツに傷が複数見られ、そのためか SCP-1219-JP の視力検査は通常のものを実行しました、が低下しています。新しいパーツに取り付けるようにというオブジェクトからの要望は、目のパーツを交換するまでの解体で特異性が失われてしまうことを考慮し現在まで行われていません。低下した視力によりインタビューでの筆記に影響が及ぼされるため、どのあったメガネを与えます。インタビューログ、日付2000年、月、日。インタビュアー、博士。付記インタビューを行う前に知能レベルを測定するため、オブジェクトの生年月日を制作年月日からとし、IQ テストを行いました。IQ は65です。オブジェクトの知能レベルを記録に残すため、当インタビューログでは SCP-1219-JP の書いた文章を原文のまま記載します。博士あなたのことについて教えてください。SCP-1219-JP。SCP-1219-JP、うなずく。博士あなたの名前は ?SCP-1219-JP、オブジェクトは12話かけてノートに文章を書き、職員に見せる。MEIDOO、思い出、という、意味。博士いい名前ですね。SCP-1219-JP、ありがとう。博士それではあなたの出生について教えてください。SCP-1219-JP、女の人がつくた、2000年、5月、5日、僕は生まれた。博士その女性のことで、知っていることがあれば教えてください。SCP-1219-JP、高い建物が、とてもたくさんあるところに、いた。大きい家を持っていて、一人で、暮らしていた。その人は特別じゃない、僕は、動くけれども、その人は、僕と比べて、特別ではない。博士あなたが動けるようになったのは全くの偶然ということですか ?SCP-1219-JP、多分そう。博士その人が今どこにいるのか知っていますか ?SCP-1219-JP、もういない、昔に死んでしまった、2003年に、男の人に刺された、僕は見た、お腹から、血、が出ていたところを、男の人、多分、まだ捕まってない位置。博士そうですか。女性のお名前など女性に関することを詳しく教えてください。SCP-1219-JP、名前は、削除済み。名字は、削除済み。2005年、3月、25日に死んだ、25歳、利用親は、もういなかった、一人暮らしだった、で。博士はい、ありがとうございます。
あなたが動くこと以外に特別なことができるそうですが、それについて説明をお願いします。SCP-1219-JP、僕には、命、がある、他のおもちゃにはない。僕は、おもちゃに命をあげる、そしたら命を、持てる。博士今までどんなものに命をあげましたか？ SCP-1219-JP、いろいろなもの、人の形の、車の、船の、電話の、いっぱいに。博士それはどうなりましたか？ SCP-1219-JP、遊んだ後は、片付けなければいけない。博士命を持ったまま？ SCP-1219-JP、命も、片付ける。削除済み、に、そう教えられている？そうしなければ、みんな困る。僕は、言いつけを、守る。博士わかりました。ありがとうございます。SCP-1219-JP。最後に何かありますか？ SCP-1219-JP、疲れた。SCP-1219-JP、アルファは SCP-1219-JP の手により動くようになった玩具です。数々の実験から、人形をはじめ車や、電話の形を模したもの、ジオラマ、恐竜の化石までが動くことを確認しています。児童向けの玩具であるかどうかに関わらず人間や道具、風景、生物を模倣したものであれば、その物質の性質を無視し本物のそれと同じように動きます。詳しくは実験記録を参照してください。対象本田 S600 のペーパークラフト。結果対象及び SCP-1219-JP、アルファはエンジン音を鳴らして実際に走り回るようになる。SCP-1219-JP、アルファは人の言語を理解している様子を見せ、走り方を指示するとそれにクラクションで応答し指示通り走った。対象ボイス機能内蔵の玩具の電話。結果 SCP 財団日本支部特別諜報部の内線番号をプッシュすると実際に繋がるようになる。SCP-1219-JP、アルファであるうちは、実在の電話番号をプッシュすると繋がり、会話が可能となる。対象エージェントの所持品である一体のテディベア。自分が小学生であった頃からずっと寝床を共にしていると語る。目的対象の玩具が持ち主との様々な行為を記憶している、もしくは記憶しているように振る舞うか否かの検証。結果 SCP-1219-JP、アルファにノートで分子用を書かせるといった試みは、SCP-1219-JP、アルファが文字を書けないと判明し実行に移せず。その後 SCP-1219-JP、アルファがエージェントに抱きつく、まとわりつく、眺める等の行動を繰り返す。およそ30分同様の行為を続けた後、実験終了の指示を受けて SCP-1219-JP、アルファが特異性を失う。対象、博士の所持品である、制服を着た少女のディスクドール。対象は正規品をかなり改造されており、一般的なアニメーション作品の登場人物に似せられている。博士は対象を宝物だと語る。目的対象の玩具が持ち主との様々な行為を記憶している、もしくは記憶しているように振る舞うか否かの検証。結果女性らしい素振りをし始める。日本語を話し、体、特に手を構成する素材が硬いプラスチックであるにもかかわらず、通常の人間の可動域と同じ範囲で動かすことが可能。持ち主である、博士に対し、自分を大事にしてくれていることについての感謝を述べる。対象エロキラプトルの骨格のレプリカ一体。結果 SCP-1219-JP、アルファは固定に使用されていた金属棒から離れ独立し歩行を行う。記録のため室内で観察していた職員1名には関与しようとせず、しばらく室内を歩き回る。30分ほど徘徊した後で職員に近づき、職員が触ろうとすると拒む様子が見られるが危害を加えようとはしない。実験終了の指示を受けると、自ら展示台に戻りもともと撮っていたポーズに戻ってから特異性を失う。メモもし本物の化石であればもっと行動も違ったものになるかもしれない。博士。大正木々と湖を再現されたジオラマ。結果湖が波打ち、木々があたかも風に当たっているかのようにざわめき始める。湖付近に立っていた2センチほどの人形は湖で遊び始める。職員が湖に触ると、実際の水のように波紋を作ったり波を作り出している。
目も本物のように動くのかもしれない。もっといろいろなもので実験をしてみる必要がある。博士。対象、博士の所持品である、顔の黒焦げたフランス人形。幼い頃の自身の火遊びで少し燃えてしまったと語る。結果 SCP-1219-JP が対象に触れることを拒む。説得の末 SCP-1219-JP が対象に触れるが対象が動くことはなく、1時間経過した後も特異性を見せなかった。対象の状態により SCP-1219-JP-α に変化できない場合もあることが示されている。SCP-1219-JP-α に危害を加えた場合の結果の検証のため2016年07月28日に D クラス職員を被験者とした実験が行われました。以下実験記録 1219-α とし、詳細を記述します。実験記録 1219-α。対象 D クラス職員に持たせた新たに購入した日本製フランス人形と金槌。D クラス職員には人形を SCP-1219-JP-α に変化させた後破壊するよう指示。目的 SCP-1219-JP-α に危害を加え特異性を消失させた場合の検証。結果 SCP-1219-JP-α は金槌で顔面を陥没させられた後特異性を失った。SCP-1219-JP は被験者が SCP-1219-JP-α を攻撃中でも行動することなく、被験者と SCP-1219-JP-α を凝視しているのみだった。破壊後、SCP-1219-JP が20分ほどかけてノートにメッセージを書き、D クラス職員に手渡している。以下は実験記録 1219-α の後 D クラス職員が SCP-1219-JP から渡された紙片に書かれた文章です。僕は、みんなの思い出、怖くないよ、僕たちを、思い出して。実験記録 1219-α の後、予定通り SCP-1219-JP に対するインタビューが行われました。以下に記載します。インタビューログ、日付2000年、月、日。インタビュアー、博士。復帰インタビューの前に行った知能レベルテストでの結果は IQ70 でした。博士こんにちは、SCP-1219-JP。SCP-1219-JP、こんにちは。博士早速ですが、ついこの間の実験で、あなたは人形を壊されたのにもかかわらず落ち着いていましたね。それはどうしてですか？ SCP-1219-JP、見たことある。博士見たことがあるとはどういうことですか？ SCP-1219-JP、削除済み、がしていた。足が動かなくなってから、人形を壊した。何人も壊した。僕の目を引っかいた。僕は、止められなかった。僕は、ここまで書いてからしばらくの間動きが止まる。博士 SCP-1219-JP? SCP-1219-JP、死ぬのを、削除済み。が、自分で死ぬのを、僕は止められなかった。その人は、いろいろと、ダメだったのだと思う。足が壊れて、いろいろなものを、取られてしまったから。僕たちを、忘れてしまったのだと思う。博士あなたの制作者は自殺したということですか？ SCP-1219-JP、そう。足が壊れて、動けんくなって、お金もなくなった、削除済み、は、一人、寂しくなったのだと思う。僕はみんなを起こして、命あげて、削除済み、と。いつ死よにいた。でも、削除済み、は死んだ。お風呂の中の水の中で死んだ。誰も気がつかなかった。警察、来たの、しばらく後。博士制作者が死亡した後、あなたはどうされたのですか？制作者の住所と、あなたが発見された場所とはかなり距離があったのですが。SCP-1219-JP、僕は、警察に、持つてかれた、僕が動いているのを見たから、男の人と、お金と交換した。その男の人は、僕をかざつた。僕はつまらないから逃げた。次は子供に拾われた。その子は僕に乱暴した。お餅屋を壊して遊んでいた。僕は逃げた。次は子供がたくさんのとこに行ってた。みんな僕を大事にしてくれたけれども。大人が怖がって捨てちゃった。博士最終的に、我々が発見した時点の過程に落ち着いたということですか？
SCP-1219-JP、そう。そこは、おもち屋がたくさんあった。そこの女の子はおもち屋が大好き。パパとママも優しい。女の子は僕とおままごとした。僕と布団で寝た。その女の子は、いろんな人に僕を話した。そんで、ここに、三塚千畑。博士あなたは制作者の死後、安定している場所を求めて移動を続けたのですね。SCP-1219-JP、違う。博士へと詳しく教えてもらえますか。SCP-1219-JP、削除済みは、最後に言ってた。あなたは、私の思いで、みんなの思いで、みんなあなたたちを押し付けていて、あなたたちを大事に思っている。みんながあなたたちを忘れないように、あなたは思い出であり続けて。博士わかりやすいように書いてもらえますか。SCP-1219-JP。SCP-1219-JP、削除済み、は死んだけれども、おもち屋が好きな子はたくさんいる。僕たちは、そんな子が、おもち屋を思い出にできるように、存在しなければならない。ここは、おもち屋が、大事ですか。博士大事か。というと語弊がありますが、あなたやその他の玩具をいたずらに破壊する場所ではありません。理由がある場合破壊もしますが。SCP-1219-JP、そう。博士最後に伺いますが、あなたはこの場所で何をしたいと思いますか？ SCP-1219-JP、いろんな人と遊びたい。誰でもいい。僕は寂しい。僕は思い出でありたい。博士全書しましょう。SCP-1219-JP。これでインタビューは終了します。最後に何か聞きたいことはありますか？ SCP-1219-JP、どうして人気を壊したの？博士それについてはあなたが知る必要はないと思いますが、答えるとするなら、あれはあなたがあなた以外の生物に影響を及ぼすかどうかの実験でした。SCP-1219-JP、そう、わかった、もうしないで、かわいそう、僕は忘れない、僕は怒る。博士それではこれでインタビューを終了します。インタビュー中に SCP-1219-JP が記した要望については現在倫理委員会が検討しています。なおこの実験記録 1219-α より以降の実験の一部では SCP-1219-JP が実験に非協力的になったため、破壊を目的とした実験についてはレベル4以上の職員の許可を得てから行ってください。